青コーナーより金本浩二入場。国明入場。さあ、伝説のトラハンター小林国明が入ってまいりました。ベストオブザスーパージュニア公式戦30分一本勝負を行います。青コーナー180センチ90キロ、金本浩二。赤コーナー181センチ105キロ、小林国明。木槌がゴングの眠りを覚ましてまいりました。さあ山崎さん、正直見どころはどういったところになりますかね。そうですね、お互いに今日は負けるわけにはいきませんから、最後はもう意地と意地のぶつかり合いになるんじゃないでしょうかね。そうですか。さあ、ではそのあたりを注目してまいりたいと思います。フロントからのヘッドロックに移行します。乾いた音が館内に響きます。蹴ってまいります。フライングメイヤー、ここまでまだ始まったばかりなんですが、序盤戦を見ていかがでしょうか。まだ流れはどっちのものとも言えませんね。ああ、そうですか。組み合います。フロントのヘッドロックに取ります。ハンマーを落としてまいります。あります。ボディースラムで叩きつけます。ロックアップ、フライングメイヤーで倒します。掴みます。キックを打ってまいります。抱えます。組みに行きます。投げてまいります。さあ、まさにレスラーという雰囲気をオーラのように醸し出しております。この男、アスノでも程よいと思われるその背中はまさに五光が指しているかのようであります。さあ、今宵はどんなファイトぶりを展開していくのでありましょう。注目であります。全身でぶちかましてまいります。掴んだ、2位を蹴り上げます。蹴りであります。行くのか、倒してまいります。蹴りを見舞ってまいります。ボディースラム、リング内に戻ります。組み合います。ロープに振ってフロントからのキック、 DDT でマットに突き刺します。
逆水平を打っていきます。抱えます。こうやってプロとして戦っていく中で首っていうのはものすごく大切な部分なんですよ。首一つで世界が取れるって言ってもいいぐらいですからね。ああなるほど、ブリッジも受け身も首ですもんね。当然そうですね。ニールキックがこめかみに入った。掴んだ。ボディスラムです。ラフ殺法に転じます。腕を回します。ブレインバスターで叩きつけます。ストンピングです。ロックアップ、逆に振り返してカウンターで切り返してまいります。ストンピング、蹴りつけてまいります。組みに行きます。フロントからの締めを見せてまいります。パンチを打ち込んでまいります。打ち込んでまいります。腕をフックします。させません。腰を落とします。ニールキック、起こします。かかとを落とします。行くのか。コーナーに振った。後ろ回し蹴り。キック攻撃を見舞ってまいります。正面から投げを見舞った。抱き起こす。タイガースプレックスホールカウント青コーナーよりプロレスラブ選手入場。赤コーナーより自他ともに認めるザ・トップ・オブ・ジュニア獣神サンダーライガー入場。ジュニアヘビー最強の男獣神サンダーライガーが入場してまいります。ベストオブザスーパージュニア公式戦
30分一本勝負を行います。頑張れ青コーナーオリジナルレスラー。赤コーナー170センチ95キロ重心サンダーライガー。打ち鳴らせ、今ゴングだ。さあ山崎さん、会場はもうすごいボルテージなんですがね、一言お願いします。そうですね、この熱気すごいですからね。まあ当たり前なんですが、いかに冷静に試合を運んでいけるかですね。それがポイントになると思いますよ。ありがとうございます。スリーパーホールドに入ります。組に行きます。フライングメイヤーで倒します。ここまでまだ始まったばかりなんですが、序盤戦を見ていかがでしょうか。まだ流れはどっちのものとも言えませんね。ああそうですか。行くのか。ロープに振った。ブーサ式のバックブリーカー。腕を回します。プロとしては当たり前のことだと思うんですが、お客さんに見せる体を作り上げるために本当にレスラーは極限まで鍛えますよね。まさに彫刻のような肉体を作り上げますもんね。はい、こういった地味なんですが、レスリングの展開っていうのは想像以上にスタミナを奪いますからね。いい攻めだと思いますよ。はい、抱えます。リバースで返します。首を絞り上げます。ロープに逃れます。ジュニアヘビー級最強の男と言われるこの重心サンダーライガー、しかしヘビー級越えを目指すこのライガーにとっては、今やこの言葉すら自らを縛る鎖に感じているのかもしれません。組み合います。逆に振り返した。 DDT で振り返します。チョップであります。腕を取ります。腕を取ってまいります。ロープブレイクであります。掴みます。ラフ殺法に転じます。蹴ってまいります。ロックアップ、ボディスラムで投げてまいります。組に行きます。逆に振り返して、ブーサ式で落としてまいります。行くのか。ロープに飛ばした。そのまま倒します。こういうのは効果的ですよ。技の威力を半減させますからね。なるほど、土台から崩すというわけですね。ブレンバスターに取ります。強烈に打ち込みます。ロックアップ、ロープに振って、ブーサ式のバックブリーカー。組み合います。投げ技を使う格闘技っていうのはね、どうしても受け身っていうのが必要不可欠なんです。プロレスは柔道やアマレスと違って投げられたら終わりじゃないですから、そういうところがプロレスの大変なところですよ。なるほど、投げられても立っていかなければなりませんもんね。そうですね。あっと返していった。あっとドロップキック、いけるか。破壊石がぐさりと突き刺さった。見栄を切った。ドロップキック強烈。攻めてる方ももうかなりきついと思いますよ。はい、これきついですね。そうですね。ボディープレスが降ってきた。カウント2。ブレンバスター行くのか。今危なかったですね。そうですね、危なかったですよ。
ストッピング。足を抱えた。エンジン蹴り。2位を落としていく。どうか。3つは入りません。抜くのか。パワーボム投げ捨て。ストンピングを叩き込む。あ、昇天。コーナーに登って。あっと、ミサイルキック。さあ決まるか。どっから来るんですか。この力はやっぱり意地じゃないですかね。もう気持ちだけですよ。フィニッシュになるか。青コーナーより新日本プロレスエルサムライ入場。さあ、ジュニアの巨人、エルサムライが入ってまいります。赤コーナーより、ゼロワン、高岩達人、入場。超えた恐竜、高岩達人が入ってまいります。高岩行け高岩。ベストオブザスーパージュニア公式戦、30分一本勝負を行います。お侍、青コーナー、新日本プロレス、180センチ、92キロ、エルサムライ。赤コーナー、ゼロワン、179センチ、100キロ、高岩達人。打ち鳴らせ、今ゴングだ。さあ山崎さん、正直見どころはどういったところになりますかね。そうですね、お互いに今日は負けるわけにはいきませんから、最後はもう意地と意地のぶつかり合いになるんじゃないでしょうかね。そうですか。さあ、ではそのあたりを注目してまいりたいと思います。腰を落とします。ゴリラホールパイルドライバー、腕を回します。スイートフラッグ、ブレーンバースター。
腕を取ります。腕を狙ってまいります。チョップがうなってまいります。抱えます。首から突き刺さります。ストンピング、蹴りつけてまいります。ドロップキックであります。エルボー、掴んだ。乾いた音が館内に響きます。もうなんて言うんですか、プロとして強いってことも大切なんですが、何か人を引きつける部分っていうのが、そういうことがないとね、上にはいけないですよね。ああ、そういった部分は確かに大切になってきますよね。そうですね。組みに行きます。倒してまいります。ストンピングを叩き込んでまいります。腰を落とします。させません。ジュニア離れしたパワーからジュニアの潮流の異名を取ります、この高岩達人。今宵も得意の餅つきパワーボムやデスバレーボムをはじめとする潮流殺法を繰り広げていく構えでありましょうか。ヘッドバット、フロントからのキック、打たせません。抜けてまいります。腕をフックします。ブレンバスター。このあたりの攻撃いかがですか。いいと思いますよ。スタミナを奪うには効果的ですよね。行くのか、フライングメイヤー。蹴りを見舞ってまいります。投げてまいります。抱えます。耐えます。振りほどきます。バックに回ります。垂直落下、リバース DDT。 キックを打っていきます。ロックアップ、フロントからのヘッドロックに移行します。ハンマーを落としてまいります。全体重を浴びせたラリアット。腰を落とします。エンドレスリバウンドのパワーボム。カウント2つ、惜しい。抜くのか、何発いくのか。餅つき式のパワーボム。カウント 2.5。 担ぐか。仕掛けたいですね。いけるか、ロープに振った。そのまま倒していった。強烈逆肩エビ固め、耐えました。いけるか、正面から投げていった。バックアタック持ってった。ロープブレイク、ロープブレイク。ドロップキックが突き刺さる。もうこれは無酸素状態ですよ。はい、まさにレスリングハイですね。ガジェット組み合った、ボディスラムで叩きつけた。バックに回った、ラリアットエンズイ。カバーした。精神力の勝負ですよ。今よく切り返しましたね。今のはもう瞬間的なひらめきですよ。
く切り返した。肉体を躍動させる。担ぎ上げるのか。エルボーで返す。腰に手を、わーっとリバースの DDT。 ドロップキック、トップロープを奪う。気合を入れた。立たせていく。ここで持っていくのか。小股に挟んだ。ブラッケンシュタイナーで切り返した。完璧にたどり着きました。組み合った。かわず落とし。コーナーに登ってダイビングスターヘッドバット。いけるか。正面から投げを見舞った。バックに回、危ない状況。ブラ DDT、 トップロープを狙う。ヘッドバットを落としていった。すごい音がした。肉体を躍動させる。体を預ける。岩壁の母の胸に抱かれました。キック、あっとドロップキック。そのまま体固め。カウント 2.5。 まだまだです。すごい顔で打つ。蹴り上げていく。腰を落とす。デスバレーボム。カウント青コーナーより小川義成入場。ベストオブザスーパージュニア公式戦30分一本勝負を行います。小川さん、青コーナー180センチ90キロ、小川義成。
赤コーナー173センチ85キロ金丸よしのぶ金丸澄み切った音色が打ち鳴らされてまいりました。実況席には山崎さんをお呼びしています。さあ両選手の眼差しご覧になってどうですか。そうですね、この舞台でねプレッシャーをどうエネルギーに変えていくか、そのあたりが重要だと思うんですけどね。なるほど、すごいプレッシャーをひしひしと感じますからね。リング下に降ります、掴みます、ラフ殺法に転じます。ここまでまだ始まったばかりなんですが、序盤戦を見ていかがでしょうか。まだ流れはどっちのものとも言えませんね。ああそうですか。リング内に戻ります、リング内に戻ります、行くのか、パンチで返します、打ち込んでまいります、組みに行きます、逆に返します、腰を落として逆片指固めの体勢です。ロープに逃れます、組み合います、フライングメイヤーで倒します、ストンピングです、ロックアップ。こういった投げ技っていうのはね、一歩間違えば大変なことになってしまいますから、選手たちは受け身のタイミングっていうものを感覚的に覚えてるんですよ。ああなるほど。グーを打ち込みます、抱えます、ブレンバスターでぶん投げます。さあノアの仕事師でありますこの男、小川義成。小川は小川でも、こっちの小川は山椒は小粒でもピリリと辛い、小柄な体ながらもそれを余りあるテクニックで補ってまいります小川義成であります。ナックルを打ち込んでまいります、エンジー蹴り。蹴ってまいります、コーナーに振ってショルダーをぶつけていきます、ブレンバスターに取りま、ブレンバスターで投げ捨てます。組み合います、コーナーに振った、ランニングしたらエルボー、腕を取ります、腕に照準を絞るのでありましょうか。腕をフックします、膝を入れていきます、フロントからのキック、この辺り入ってますね。そうですね、こういうのは想像以上に効いてますよ。組みに行きます、股間を打ちつけます、起こしてまいります、蹴りを見舞ってまいります、ロープに振ってそのまま泣き投げてまいります、に登ってここは戻ります、ロックアップ、顎を打ちつけていきます、こういった地味なんですがレスリングの展開っていうのは想像以上にスタミナを奪いますからね、いい攻めだと思いますよ。はい、今側頭部ですね、回った抱え上げてバックドロップ、蹴り上げていく、コーナーに振った、厳しい攻めを見せる、攻めてる方ももうかなりきついと思いますよ。はい、
青コーナーよりチーム2000金本浩二入場。菊池剛入場。さあ、特攻精神は未だ衰えません。菊池剛が入場してまいります。金本ベストオブザスーパージュニア公式戦30分一本勝負を行います。菊池青コーナーチーム2000 180cm 90kg 金本浩二赤コーナーバーニング 177cm 99kg菊池剛。菊池キズチがゴングの眠りを覚ましてまいりました。さあ、放送席は山崎さんにおいでいただきました。両者の表情なんですがね、どのようにご覧になりますか。まあ、両選手ともいい顔してますよね。体調もいい証拠なんじゃないでしょうか。となりますと、いい試合を期待したいところですね。そうですね、期待できるんじゃないでしょうか。足を抱えます。足を狙ってまいります。ブロックします。いや、序盤戦から目が離せない展開ですね。そうですね、どちらが優勢とかじゃなくて、お互いに意地がありますからね。行くのか。フライングメイヤーで倒します。ゴツゴツした鈍い音が響きます。ロックアップ、フロントからの締めを見せてまいります。ハンマーを落としてまいります。ローを打ち込みます。組みに行きます。逆に倒します。選手っていうのはね、試合をやってる時はアドレナリンが出てますから、まあ痛いんですけど、ある程度は痛みって感じないんですよ。でもね、試合終わってこうシャワー浴びて控室に戻ったりすると、試合中は分からなかったところでも痛くなったりしますからね。あ、そうなんですか。逆水平を打っていきます。組み合います。バット返します。ストンピングを叩き込んでまいります。このあたり館内もヒートアップしてまいりました。そうですね、すごい気合いですね。いい攻めですよ。足を殺してまいります。掴んだ。逆に返します。ロックアップ、フロントのヘッドロックに取ります。パンチを打ち込んでまいります。張ってまいります。ボディースラムで叩きつけます。組みに行きます。させません。行くのか。そのまま後ろに落としてまいります。膝へのキックです。
ソバットを打ち込みます。組み合います。フロントからのヘッドロックに移行します。ハンマーを振り下ろします。スタンディングを取らせます。抱えます。フロントからのキック掴みます。ヘッドバットラフ殺法に転じます。ロックアップロープに振った。よくスープレックスはへそで投げろなんて言いますけど、今なんか見ててもちゃんとそれができてますよね。ああそうですか。そのあたり今太鼓判が押されました。首から突き刺さります。ローキックコーナーに登る。ミサイルキックが発射された。抱き起こす。フロントキックチョップ強烈。ガジェット組み合った。強烈に叩きつける。腕をフックした。ブレインバスターで叩きつける。さあマフラーストレッチで強烈に締め上げる。抱えた。プレッシャーランプスープレックス。カウント 2.5。 まだまだです。組み合った。ズームストンパイルドライバー。トップロープを奪う。コーナー最上段からドロップキック。いけるか。足を殺していった。組み合った。正面から投げていった。さあ渾身の力で締め上げる。完全に入ってますよ。ガジェット組み合った。ロープに振ってフロントからのスープレックス。腕を回した。フィッシャーマンで固めていった。完璧にたどり着きました。いけるか。コーナーに振ってバット。ローテックだけ釣ったか。アンクルロック持っていった。こう掴んだ。ヘッドでいった。ブレンバスター行くのか。今危なかったですね。そうですね、危なかったですよ。ここで持っていくのか。バックに回った。ダイヤースプレックス猛虎原爆。
青コーナーよりチーム2000アキラ入場。赤コーナーより全日本プロレス淵正信入場。さあ、ジュニアの赤鬼、私、淵正信が入場してまいります。ベストオブザスーパージュニア公式戦30分一本勝負を行います。青コーナーチーム2000180cm 99kg アキラ。赤コーナー全日本プロレス183cm 105kg うっちー淵正信。ゴングが打ち鳴らされてまいりました。さあ山崎さん、正直見どころはどういったところになりますかね。そうですね、お互いに今日は負けるわけにはいきませんから、最後はもう意地と意地のぶつかり合いになるんじゃないでしょうかね。そうですか。さあではそのあたりを注目してまいりたいと思います。テイクダウンを奪います。リング下に降ります。リング下に降ります。行くのか。ここまでの戦い振り返りご覧になっていかがでしょうか。これはまだ五分五分ですね。そうですか。逆にバックに回った。顔から砕け散れ、フェイスクラッシャー。ロックアップ、グラウンドでの攻防に持っていきます。リング内に戻ります。リング内に戻ります。強烈なキックです。ブレンバスターに取ります。返し技冴えてますね。今のはよく読んでましたね。蹴ってまいります。組みに行きます。ロープに振って、この辺り気迫がすごいですね。そうですね、こうやって感情を表現できるっていうのはプロとしての強みですよね。抱えます。そのグラウンドテクニックは抜群のものを持っております淵正信。その粘着質たっぷりのテクニックと淵独特の肘を使った老快なインサイドワーク、まさにこの男ならではの攻撃であります。こうやって1点を狙っていくのは効果的ですね。後々効いてきますよ。なるほど、徐々に毒が回っていくわけですね。ドロップキック、組み合います。この辺りの攻防目が離せませんね。こういうレスリングの攻防が奥が深くて面白いんですよ。腰を落とします。首から突き刺さります。ストンピングです。
ロックアップ、ロープに飛ばした、ドロップキックを見舞ってまいります。リング上は STF の体勢です。腕を取ります。リストを固めてまいります。ロープに逃れます。蹴りを見舞ってまいります。バックにマッチとバックを狙ってまいります。この辺りどうでしょうか。まだ完全に入ってませんね。行くのか。ボディスラムで投げてまいります。腕を捉えます。さあこの辺りのサブミッション攻撃いかがですか。そうですね、こういう攻めは後々効いてきますからね、要注意ですよ。そうですね、組み合います。コーナーに振った、パンチで返します。急降下、膝バックだ。組みに行きます。フロントからの締めを見せてまいります。ハンマーを落としてまいります。立ってまいります。あっとバックに回った、フェイスクラッシャー、顔面砕き、引き起こします。掴んだ、させません。パンチで返します。乾いた音が館内に響きます。ロープブレイクであります。ロックアップ、フロントからのヘッドロックに移行します。パンチを打ち込んでまいります。腕を決めてまいります。組み合います。フロントのヘッドロックに取ります。ハンマーを振り下ろします。コーナーに登る、組みに行きます。対角線に飛ばした、カウンターで切り返してまいります。行くのか、コーナーに振って10ミニットファール、させません。ここは戻ります。組みに行きます。ロープに振った、顔面へのキックです。足を殺してまいります。行くのか、対角線に飛ばした、ストンピング、蹴りつけてまいります。この辺り入ってますね。そうですね、こういうのは想像以上に効いてますよ。空中戦を狙いそうだ。ここは戻ります。ロックアップ、逆に投げてまいります。トップロープを奪う、顔面に突き刺さります。腕を回します。ブレインバスターで叩きつける、いけるか、コーナーに振って、そうですね、こっからはお互いに精神力の勝負ですよ。ストンピングを叩き込む、組み合った、ロープに飛ばした、あっと倒していった、固めていった、
も辛いはずですよ。はい、ノー君勝ちました。パイルドライバー腰にてっちゃアームスペックス、あと連続で持っていった。青コーナーより新日本プロレス小林邦明入場。トラハンター小林邦明が入ってまいりました。赤コーナーよりスターネス橋誠入場。突撃コング橋誠が入ってまいります。ベストオブザスーパージュニア公式戦30分一本勝負を行います。青コーナー新日本プロレス181cm 105kg 小林邦明。赤コーナースターネス180cm 95kg 橋誠。澄み切った音色が打ち鳴らされてまいりました。さあ放送席、解説は山崎さんにお越しいただいております。一言両者を見ていただいて感想をお願いいたします。そうですね、両選手とも肌のツヤがいいですよね。いい練習をしてきたんじゃないですか。ああ、そうですか。パンチを打ち込んでまいります。掴んだ、ヘッドバット、キックで返します。チョップがうなってまいります。ボディースラム、ロックアップ、ヘッドロックで締め上げてまいります。組みに行きます。ボディースラムです。ストンピング、蹴りつけてまいります。組み合います。ボディースラムで叩きつけます。技っていうのはたくさん出せばいいってものじゃないんですよ。一つの技を大事に使うことがある意味プロとしての力量でしょうね。ああ、なるほど。ヘッドを打ってまいります。行くのか、フロントからの締めを見せてまいります。乾いた音が館内に響きます。
さあ粘着質激しいこの3ミッションいかがですか。そうですね、スタミナを奪うにはいいんですが、これで決めるのは難しいんじゃないでしょうかね。あ、そうですか。蹴ってまいります。あっとエルボー、エルボー掴みます。モンゴリアンチョップ、ゴツゴツした鈍い音が響きます。あります、頭突きを打ち込みます。ロープに振ってキック攻撃を見舞ってまいります。ニールキックがこめかみに入った。トップロープを奪う。ここは戻ります。腰を落とします。させません、簡単にはいきません。円錐切り、フロントからのキック行くのか、パンチで返します。組みに行きます。ロープに振った。もうこれは無酸素状態ですよ。はい、まさにレスリングハイですね。フライングニール、扇子を広げた。コーナーに登ってリングに戻ります。ガチッと組み合った。ロープに振った。ソバット放っていくのか、立たせていく。後ろ回し蹴り気味のフライングニールキック、キック、ブレンバスター行くのか、ブレンバスターで投げつける、引き起こす、組み合った、小包み固め、スモールパッケージ、カウント3つは奪えない。いけるか、コーナーに振って、コーナーから流れを見舞っていった。抱き起こす、トラースキック、小股に挟んだ、脳天勝ち、まったパイルドライバー、ガチッと組み合った、破壊石がぐさりと突き刺さった。リングに戻ります。腕を回した、バックに回った、腕をフックした、網